皆さんこんにちは。インターナショナルスクールチャンネルのともみです。今回の動画ではモンテッソーリスクールオブ東京 MST について解説していきます。モンテッソーリスクールオブ東京は東京都港区に位置する男女共学の幼稚園から中学3年生まであるインターナショナルスクールです。現在160名ほどの学生が在籍しています。今回紹介するモンテッソーリスクールオブ東京のおすすめポイントはこちらです。モンテッソーリ教育、自由に適した環境、そしてクラス分け、最後に受験についてです。まずは学校名にあるモンテッソーリって何っていうことなのですが、モンテッソーリ教育は大人ではなく子供を主体とした教育方針です。先生が一度に何十人もの子供を相手に一方的に知識を与えるのではなく、子供が自分で学びたいものを選び、自分で課題に取り組み、結果を導き出すプロセスを大事にしています。子供の自主性を尊重するため、先生は子供を観察するサポート役という立場でしかありません。子供に自由を与えすぎでは、指示しないと遊んでばかりいてしまうのではと心配する方も多いかと思いますが、整備された環境で育つと子供たちは自らやるべきことを見つけ出します。日本には馴染みのない教育方針かもしれませんが、海外では一般的に受け入れられているホームスクールなどでもモンテッソーリ教育が採用されることが多いです。最近ではモンテッソーリ出身者の活躍が注目されています。Google の創業者ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリン、 Facebook の創業者マーク・ザッカーバーグや元アメリカ大統領のバラク・オバマ、日本国内でも藤井聡太さんなどもモンテッソーリ教育を経験してきたことがあるそうです。もっと詳しく知りたい方はこちらの動画を参照してください。では MST のモンテッソーリ教育はどんなものかというと、現在日本でモンテッソーリ教育が導入されているのは幼稚園が多い中、 MST は数少ない中学校まである、それも英語をメインとする学校です。また2003年にアジアで最初に認定されたモンテッソーリ学校でもあります。 MST では教育とは人生への準備であるというふうに考えています。この中でも MST が掲げている興味深い理念を2つ紹介したいと思います。1つ目は制限の中の自由という概念です。何をやるか、誰とやるか、どこでやるかは生徒が自由に選択できる中、何かしらの勉強または仕事はしなければならないっていうのが制限の中の自由です。子供に選択の自由を与えることで、自分で仕事をするまたは活動する規律を身につけさせ、自分のやっていることに満足感と達成感を得られるようにするそうです。もう一つの概念は個人とグループです。子供たちは誰と学びたいかも決めることができます。友達と一緒に課題に取り組むこともできますが、一人で集中したい子は個人で作業を行います。このように誰と勉強するかの選択も子供たちに任せることで、競争心やストレスを感じないで学校に通えるようになります。2つ目のポイントは環境整備と機会提供です。子供に大きな自由を与える一方、その分工夫された環境が必要となります。例えば子供が教材を取り出しやすい棚や、簡単に操作できるパソコンソフト、興味を沸かせる教材や体験学習など、子供たちが何事にも自らやりたいと思える環境を作っているそうです。また校外学習が多いのも環境づくりの一つです。毎日公園に行ったり、近所を探索したり、日常的に外に出る時間が多いそうです。小学生や中学生になると家具作り、自炊、地元のフードバンクでのボランティア活動、音楽と芸術の探究などの機会も設けられています。 MST の多目的ルームでは合気道、卓球、体操、ダンスなど放課後の様々なプログラムが行われています。毎週行われる体育の授業やサッカー、バスケットボールクラブ、水泳のレッスンなどはキャンパス外で行われるそうです。3つ目のおすすめポイントはクラス分けです。 MST では子どもたちを同じ発達段階にある複数の学年を同じクラスに入れています。第1段階の0歳から6歳の子どもたちは五感を駆使して世界を理解するようなプログラムが作られています。特に毎日のカリキュラムが設定されているわけではなく、遊びの中に数字やアルファベットなどを取り入れることで自然と身につけられるようになるそうです。第2段階の6歳から12歳は想像と現実をつなげる工程を大事にします。この年齢の子どもたちは社交的であることが大好きです。そのため子どもたちが協力し、興味のあるテーマを探求できるような教室環境を整えています。第3の段階の12歳から18歳は大人になるための本格的な準備が必要な期間です。学業では主に社会、環境、正義の問題に取り組むと同時に、討論の機会を多く設けることでコミュニケーション力や思考力をサポートしているそうです。そして最後に受験についてです。一般入学、そして編入受験、どちらの場合も書類審査と保護者の面接が必要となっています。また保護者のうち1名は英語が堪能であることが求められています。
各クラスの人数や男女比は常に均等になるように考慮されているため、空き人数によっても倍率は変わるそうです。今回は MST ことモンテッソーリスクールオブ東京を紹介しました。自由だからこそ子どもたちが意欲的に能動的に行動するというとてものびのびしたインターナショナルスクールらしい教育理念を持つ学校でした。コメント欄でも質問募集しているので、よければコメントお待ちしています。それではご視聴ありがとうございました。